おはようございます。ミスター備長炭と申します。よろしくお願いします。いきなりですけど、今日これやります。オレグラッセ作ります。夏だし。皆さん、オレグラッセっていう飲み物ご存知ですかね？よくですね、まあ、純喫茶みたいな、いわゆる喫茶店みたいなところにあったりする、下に牛乳が入ってて、上にコーヒーがあって、綺麗な層で分かれてる。見た目がね、非常に美しい。大人な、そういった感じの飲み物ですね。実際ね、名前を聞いたことがある、もしくはメニューでちょっと見かけたことがあるっていう人はね、ちょっといるんじゃないかと思うんですよ。ただ、よくわかんないじゃないですか。なんかね、見慣れてるアイスカフェ俺とか、アイスコーヒーとかね、を頼んじゃいますじゃないですか。お金払って頼むからね、よくわかんない頼むのもあれだし、なかなかね、頼まないと思うんですよ。俺グラスって。これ何ですかみたいな聞いて店員さんと喋るっていうのも、まあ、喫茶店の醍醐味一つではあると思うんですけども、まあ、なかなかね馴染みのないメニューっていうのって今日作ります。作れるんですよ。マジで数年ぶりに作るやつ。割技術はいらないかな、いらなくはないかな。ちょっとね、なんやかんやすれば多分誰でも簡単に作るようなものになるんですよ。これね、先日アイスカフェオレで綺麗にセパレートするっていうのをやったんですけど、それと話にならないぐらい綺麗に分かれる、そうぐらいのポテンシャル持ってるんで。しかもね、あれちょっと飲み方にね、一癖所作っていうんですか、作法、そういうのもあったりするんで、面白い飲み物なんで、かつうまい。早速やっていきましょう。で、私ちょっと髪の色がこういう感じもあったりして、その喫茶店オレグラッセというものから一番対極にいる雰囲気のモンスターなんじゃないかなっていう、そいつが美しいものを作れるのかどうか、これもですね、ちょっと楽しみながら見ていただけると思いますね。マジで結構ゼロから作ろうと思います。夏なんでね。で、オレグラッセ作りましょうってなった時に一番最初何をするのか、もう最初ね、もう何も考えずこれやってください。これですね、細長いスプーンを100均で買ってきました。よし、ジャストサイズなんじゃないかなと思います。長くて細いの、これ理由は後でわかるんで、これがあるかないかでだいぶですね変わってくるんで、これ買っております。はい、こういう感じにしますね。これをもう何も考えずやってください。ちょっとね、折るポジション、これできればね、この根元の方で折ると、これ結構ね、筋肉を鍛えてないと、いけないかもしれないんですが、人間はテコやらなんやらいろんなものを発見してるんで、イエス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 、いいぞ。これでね、オレグラッセでちょっと携わったことある方ならなんとなくね、お、これオールはいはいはいみたいな思う方もいるかもしれないですけど、ほとんどの人はこれ何をしてんねんみたいな感じだと思います。これは後でね、簡単にわかるものなんで、いきましょう。すごい疲れた。次はですね、ガムシロップを作ります。とりあえずアルコールストーブでいいか、家のガスコンロとかね、あの熱源あるところで、準備して、弱火でじっくりコトコト煮込んだシュガー、はい、そういった形でやっていきたいと思いますね。チャッカカモン、レッツゴー。イエス。アルコールストーブが本燃焼入る前に砂糖を準備していきますね。で、本来グラニュー糖でやりたいんですけど、これちょっとグラニュー糖か砂糖、定義の違いもわからないし、これがどっちかもわからないんですけど、まあ大丈夫でしょうっていうことで、最終的に使うガムシロップの量も大体コップのサイズで決めたいと思うんで、このぐらいかな。はい、ですね、ほんの小さな炎だけ出てるっていう形。お水と砂糖を同じ量だけ入れますね。30ぐらいしとくかな。グラニュー糖も 30cc で、これ火にかけて待つと。とりあえずガムシロップが完成するまで待ちます。ああ、調子がいいですね。混ぜながら焦げつかないように。もう一個準備するものがあります。それがですね、やっぱり上の層コーヒーですね。ドリップコーヒーではなくてですね、今日はですね、水出しコーヒー、ダッチコーヒーでやります。独特のコク、これをオレグラッセにぶち込みたいということですね。なので実はですね、もう仕込んであるんですよ。漬け込む式のちょっと昨日準備しましたので、それを出します。これあらかじめ冷やしておくってもかなり大事です。ドリップコーヒーでやる場合は、まあ、それでもオレグラッセできるんですけど、あらかじめ落としといてそれを冷やすと、そういう感じになります。これですね、昨晩深入りのコーヒーを 20g 漬けて200cc 入れたぐらいの感じになってます。一晩置いたんで割とね、もう抽出が完了していると思います。これで、ぼちぼちお砂糖の塊がなくなったんで、この辺で OK ってことですね。はい、今こんな感じでグラニュー糖を、冷やしてるって感じです。冷えてくるとね、ガムシロップっぽくなってくる、とろみがついてくるんで、それを待ちつつ水出しコーヒー、水でのね、この冷たい感じしか出てこない成分だけ出したこのまろやかなコーヒー、これをこすんですけど、これはですね、ネルでこしますね。ネルでこす、ネルでこす、西田ネルでこすと申します。ネルで落とすことによってよりまろやかにね、もうこの時点でなんとなくね、あの完成図を予想してこの感じで作ったら美味しそうなんですよ。これをですね、ゆっくりと練るでこしていくという形ですね。 OK、 水出しコーヒーが
かなりまったりと出ている模様ですね。ピントが合わない。改めて調べてみるとオレグラッセってなんかフランス語で艶を出す牛乳って意味らしいんですけど、全然意味がわからないですね。要は下に甘い牛乳の層があって、で綺麗にセパレートして分かれてて、上にちょっと濃いめのコーヒーがあるって感じなんですよ。はい、オッケーですね。あ、いい濃さじゃない、いい濃さじゃないかな。ちょっと最初薄いかなと思ったけど、いいと思う。いいね、いいね。あー、いいね、いいね。まあ、強いて言うならもっともっとイタリアンローストぐらいでもよかったかもしれないです。フルシティローストとか、これはね、シティローストとフルシティの間ぐらいの、まあまあ深いっちゃ深いんで、あ、まあいいガムショップになったんじゃないでしょうか知らんけど OK です。これで材料がすべて揃ったってことになります。インターネットでオレグラッセって調べた感じですね。綺麗にセパレートになってないものも、まあ、一応あったんですけど、まあ、セパレートイコールオレグラッセってわけではないのかなっていうのだけちょっと先にね、まあ、そういう店もあるかもしれないんで、一応ねそれ言っておきます。僕はね今日セパレートしたいんで、夏だから、はい。っていうことで使うコップね非常に迷ったんですけど、これにしました。均等さんのダブルウォールのガラスのもう超活かしたやつですね。これがそう綺麗に見えるし可愛いなっていうのでこれにしましたね。これじゃなくて一般的にオレグラッセはワイングラスみたいなやつとか使われてたりするんですよ。あと細いシャンパングラスみたいな、それでも非常におしゃれで、でこの口が細いんで飲みやすいんですよ、そっちの方が。僕ちょっとね、まあ、それ、まあ、買ってもよかったんですけど、まあ、これもそれなりにかっこよくできるなと思ったんでこれにします。ということでやっていきましょうね。カモ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 。まず乳牛を用意していきます。150ぐらい一応入れとくかなっていう感じで、でここにガムシロップも先に入れますね。まあ後で別にコップに入れてもいいんですけど、下も甘いぐらいの方が美味しいんで、その上が濃いっていうのでね、雰囲気的にはちょっとねダンディーな大人の、これストレートでとかロックで飲むのもちょっとね結構大人のたしなみみたいな濃いめの独特のやつ、下はね甘い方がこの調和が取れる雰囲気があるんで、ちょっとね甘めにいきたいと思います。これでも勝手に変えてください。家でやるかねどうか知らんすけど、はい、比重でセパレートがやりやすくなるっていう感じなんですよ。なんでガムシロップ入れれば入れるほど、あの牛乳が重たくなって簡単にセパレートができるんです。簡単っつってもそこまで簡単じゃないですけど、僕今日40入れちゃいました。ありがとうございます。まぜまぜ。あ、甘い、うまい。まあ甘い牛乳が一番うまい、この世で。運命の時です。まずガムシロップの入れてちょっと重くなった牛乳をですね入れます、適当に。でこの時ね縁に絶対つかないようにしないといけない、これは。ちゃいますか。でコーヒーをこれから注いでいくわけなんですけど、このぐらいまですると飲めないんですよ。さっき言ったちょっとね飲み方みたいなのが関わってくるので、ちょっとね少なめの量で入れておいた方がいいと思います、このコップの割合に対して。でダッチコーヒーを入れていくんですけど、ここでこのね一番最初に折り曲げたやつが登場するわけなんですね。でよりちょっとね、僕久しぶりっていうのもあって、かつリハーサルしてねっていうのもあって、さらにやりやすくするためにドリップポットに注ぎます。失敗するかもしれないですけど、一応アップでやっときますか、成功した時用に。あんまり揺らさない方がいいんで。これを使うのはこういうことなんですよ。表面ギリギリにやって平行にして、ふわーっとにじませるように表面に広げていくと。これでやるともう混ざっちゃうじゃないですか、その時点で。いやちょっと、マジで緊張してきた。久しぶりだね。表面ギリギリにやっておくと、でここにコーヒーを注いでいくと。お、やばい、行き過ぎた。いやこれちょっとやばいかもしれない。ちょっと待ってくださいね。いやこれどうなってるだろう。水面が上がってくるじゃないですか、量が増えると。それと同時にゆっくりこのスプーンも上げていくと。横見えない、怖いな。ちょっとにじんだかもしれない。割とどうすか、今どうすかね、僕の未来どうなってます、今リアル、僕のリアルと過去、そして残るは未来、これどうだ。であんまり上まで注ぐと飲みにくくなるんで、この辺でストップザモーションっていう感じですね。どうや、ああまあいいんじゃないですか、これどう。えこれまあまあまあ出せるでしょう、お客さんに。あー割と美しいよこれ。結構合格点だと思います。一回層ができるとこうねちょっとパインってなっても割と保ってくれるんですよ。そう、おー揺れるね、かわいい。なんで、前回アイスカフェ俺やった時は氷をガツガツ入れて、で氷を伝わせてそっと表面に着火させるっていう感じだったんですけど、これはもうねマジで液体と液体の勝負みたいな。喫茶店とかで毎回このこれよりすごいセパレートのクオリティ出してると結構ねすごい
と思います。技術、うん、喫茶店で働いてきたのがそこで出てきてるんだなと思いますね。でこれね割と合格点だと思います僕。おっと綺麗に切ってた。ちょっとね初めて使ったスプーンでこのスタイル初めてやったんで、あれ今言い訳になるんですけど、いやこれないい夏感じれそうじゃないですかこれ。で飲み方ですよ飲み方。これねパーッと飲むと、これシンプルにいくとあれじゃないですか、コーヒーだけ先になくなるじゃないですか。はい、それかなりもったいぶったような感じの飲み方なんですけど、さっき言ったように普通に飲むと、うん、上のダッチコーヒーしか口に入ってこないんですよ。なんでこう口をつけて割と傾けるんですよ。その間ここで咳止めるんですね。ここでああすごい口が太い&結構上まで入れちゃったんで今ブリブリブリってなったんですけど、上のコーヒーを咳止めてる間に傾いて下に入ってきたミルクを上のと下の同時に飲むんですね。ちょっと量減ったんでこれぐらいできると思うんですけど、うんうん、ビズレ完全見た目重視になっちゃったあのグラスになるんですけど、っていうこともあって高さのあるコップの方がやりやすいって感じなんですね。だいぶ傾けれるようにして飲んだ方がスマートに飲めるんで、店でこういうコップ出してるとかあんまないと思うんで、普通のサイズのコップ でこのぐらいの量なら全然ね美味しく飲める感じになってます。どこから見てわかるかな、うんうんうん、飲みづらで同じ割合で減っていって最後一緒になくなるっていうのがかっこいい飲み方なんじゃないかなって感じですね。ということで今日これ作ってみましたと、喫茶店とか行って俺グラスであったらちょっとあ備長炭行ってたやつみたいな感じで思い出して飲んでみると、しかも飲み方も知ってるとね一緒に行ってる人の話の種になったりするかもしれないんで、いいんじゃないかなと思います。というわけで夏なんで俺グラスでバチバチにセパレートして飲んでみたでした。友達はまたね。